なんかやっぱり肩も違いますね。なんか右の方が上がってますよね。肩幅狭いですね。まあさっきも言ったようにちょっとこういう風にね、右肩上がってるので左肩こうつくんですけど、右肩こういう風にしないと痛いんですよ。そう、それだけちょっと上がっちゃってるので、うん、こういう風にしたいんですね。可動域広げるようにしますので、はい、痛すぎるっていう 前のところまで持っていきたいんですね、はい、この辺ですかね、はいはい、あ、この辺ですかね、はい、はい、いかないですね。あとちょっとこう私下げますけれども、うん、上げるようにしてください。自分の多分こういうふうにこういうふうにするのが上げやすいと思うんですけど、うん、この動きですよね、やりやすいのって。あ、そうですね、自然にこうなりますよね、うんうん、だからこの動きをちょっと意識的にやっていただいて、はいはい、私でもそうさせないようにしますので、はいはい、頑張ってください。1,2,3,4,5、はい、力を抜きます。はい、1,2,3,4,5、はい、力抜けます。あと1回、はい、1,2,3,4,5、上げる力結構弱いですね。 あんまり力が、はい、でもさっきよりつきやすくなりましたね。近くなりましたよね、ここ下がりましたね、さっきより。でちょっと引っかかる感じですね。ちょっとコキコキコリコリの右この、はいはい、でこうありますね、ちょっと。あ、左も言ってる、言いますね、うん、そのゴルゴルってなんか自分たちが妖怪に見えてきました。くねくねしてましたね、うん、はい、こうなるとよいしょ。あ、これで結構肩が揃いましたね、幅が。さっき この辺に頂点がある感じだったんですけれども、うん、まあ、これで同じぐらいに両方なってますね、うん。抜いててください。肩をマスクしますね、うん、ね、きつくないですかね。大丈夫です、はい、上からこっち動かないですね。こっちは動いてるんですけど、こっち痛くない。うん、まあそこそこ、そこここそこが、こっちは痛いですね。そこめっちゃ痛いですね。痛いですね。ちょっとこっち側に歪んでいて、ここが少し歪みが、そうですね。顎がどこいつも痛いと思うんですけど、痛いですね。ですね。ちょっと噛み締めがあるということなので。これでどうでしょうか。ああ、大丈夫です。痛くない、はい、痛くなってきた。ちょっと痛いですか。よいしょ、これでどうでしょうか。ああ、大丈夫です、はい。こっちもちょっとじゃあ上げちゃいましょうか。
あまり変わらないでしょうかね。変わりました？ちょっとまだ痛いかな。まだ痛い。これでどうですかね。あ、でもさっきよりは、はい、これで今どうですかね。あ、でも先ほど、はい、痛さはないですよね。ここどうですか。あ、痛くないですね。痛くないですね、はい、同じような感じでやってますけどもね、痛くないということですね。はい、はい、今日はどうでしょうか。そんなに痛くないですかね。そうですね、はい、気持ちいいぐらいの、はい、中指めっちゃ痛かった。中指痛かったですか、うん、指入れるのめっちゃ痛いですね、はいはい、指先冷えてますしね。指ってリフレクソロジーでは、うん、頭頭部に該当するんですよ、うんうん、だからね、頭の疲れがあるということですかね。あはさっきの白い足なんですけど、はい、まあ、そのやる気があってもじゃあ体力がついていかないのかもしれないですね、うん、あ、その気持ちが体と一致してないというか、
体的にはちょっと、でもそれはあるかも、エネルギーないですよっていう状態なので、うん、結構疲れてるっていう感じなので、お体見ても。足首のところですごい硬い詰まってる感じなので、これだとやっぱ足先の方まで血が行きにくいですよね。でもまあこうしてやってったら、さっきこう結構硬い感じでこう足が内向きだったんですけど、今開いてきましたよね。足首の動きも良くなってるので、はい、動きが結構連動してる感じでしたね。全体が揺れますよね、うん、今これで揺れますね。はい、体の緊張とか歪みが出てきたみたいなので、はい、これで以上になります。はい、お疲れ様でした。体を起こしてみてください。じゃあ肩叩きますね。お疲れ様でした、はい、ありがとうございます。で終わってちょっと写真撮らせていただいたんですけど、はい、あ、こっちが最初の写真がこれですね。こちらなんですけど、なんかスッとした感じ、うん、肩の位置が全然違う、うん、あ、肩がね、そうなんですよね。肩が結構上がってたんですよね。右肩が上がってたのとこ、うん、ちょっと中に入ってたのとがあったんですけど、肩がそうですね、後ろに下がっ てお腹も引っ込んだ感じですね、うん、なのでなんかやっぱり姿勢綺麗になったなっていう、あの不自然さが、あの最初の時もいいように一見見えるんですけど、今のが力が抜けた感じで自然な綺麗な立て姿っていう感じですかね、うん、表情もなんかつるっとしたっていうか、うん、目が大きくなってますね、うん、そうですね。なんか内臓が動いてるのか、はい、お腹がくるくるって、あ、お腹なってますよね。はい、あのリラックスしてか、なんかお腹も動きが良くなってきてるんだと思います。っていう感じですね、はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。あの、はい、ちょっと痛いところもあったようでしたけれども、今痛いっていうのはないですかね。あ、ないです、特に、はい、はい、よかったです。あ、ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。